こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、林外務大臣が留任ということでまた外務大臣を務めるわけなんですけども、この林外務大臣が安倍総理の言葉を借りればね、中国のハニートラップにかかっている中国のスパイなんじゃないかなということで、じゃあなんでね留任するんだってことなんですけども、もうこれ完全に中国に日本を併合させようっていう岸田内閣、ひいては自民党のCIA に対する裏切り行為なのかなと思っちゃうんですけどね、この辺どうなんでしょうね。実際林外務大臣の事務所が山口県宇部市にありますんで、ちょっとね電話で聞いてみましょう。スピーカー、はい、本日8月11日正午です。なかなかお出になりませんね。こんにちは、お世話になります。はい、私広島県で観光事業を行っている久保と申します。久保さん、はい、長年ですね、岸田現総理ですけども、はい、岸田文雄さんを支持してましてですね、今回も、はい、人事難しい中組んでいただいて本当お疲れ様でしたということだったんですけども、はい、林外務大臣の事務所がこちらだとお聞きしたんですが、はい、そうです、はい、はい、それでね、こんなことここで聞いてもしょうがないのかもしれませんけども、はい、林外務大臣が中国のハニートラップにかかったスパイだという話が随分出てきてて、こんな恐ろしいことをね、岸田総理が野放しにするわけがないんですけども、もしかしたら中国と仲良くなっていこうっていう戦略なら、それもまあね、まあ、中国も悪い国ばっかりじゃないと思いますんで、はい、納得できないところはないわけではないんですが、はいはい、このなんか噂と言いますか、安倍総理がもともと言ったらしいんですけども、ハニートラップにかかっているのどうとか、その辺はどういうふうになってるんでしょうか。だからそういう事実は一切うちは把握しておりませんので、はい、はい、そういう事実はありません。あ、安倍総理が言ったってことはないということですか。いやいや、安倍総理というちの林がですね、はい、ハニートラップに云々ってことは一切ありません。うん、ああ、やっぱりそうですよね。はい、その通りですよね。はい、そのことはどこの誰が言うか知りませんけどもですね、うん、全くございませんので、事実無根です。そうですよね、はい、いや、私、岸田総理をね、信じてよかったです、はい、ありがとうございます。はい、どうもどうも、はい、すいません、お忙しいところ失礼します。ありがとうございます。もう安心してもうね、応援できますよ、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。はい、失礼します、どうも、はい、どうも、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いやー、ということでね、そういう事実は一切ないということでございましたんで、力強くね、この事務所、珍しいですね、なんかね、ぼやかしたりとか知らないとかね、答える立場にはないっていうのを期待してたんですけども、そんな事実は一切ないと。もう断固、この国を防衛していくんだということでね、戦っていただきました。はい。いや、とりあえずは安心ですね。皆さんも、これを信じるか信じないかあなた次第ですけども、まあね、なんかいろんな話が出ますよ。うん。で、やっぱり真実を疑ったり、疑うべきを信じたりとか、人の気持ちはいろいろありますんで、なんかね、こう、もしね、疑念が生じたら、まずは、ここだろうというね、当事者のところに連絡をするのが、まずは第一かなと思います。その上で今みたいにお返事いただきましたけども、今ね、たまたま出られた係の方が、そんな事実は一切ないよと。何言ってんだ、ハニートラップとか。って言ってるってことは、事務所にそういう通達がね、もう隅々まで行き渡ってるということだと思うんですよ。まあですんで、今の時点では、まあ事務所ぐるみで騙されてるのかもしれませんけどもね、それ考えたらキリがないんで、結局受け取った情報をどう自分が受け止めるのかっていうのはもう一人一人に任されてますね。ここまではっきりとしたお声をいただいても、いや、でもね、やっぱり怪しいんすよ、林外務大臣。ね、岸田総理もなんか企んでるんじゃないですかって考えるのも自由です。ね。まあけどね、どういうふうにこれから、この日本という国が立ち回っていけばいいのかっていうのは、はっきり言って難しいですよ。ね。今までみたいに、西洋文化と一体化してね、日本も G7 のプラスアルファとしてね、機能していくのも一つの手だと思いますし、もしかしたらね、アジアの中の日本だという考え方で、ブロック経済を推し進めていくのかもしれませんしね。これはどっちが正解かっていうのは、時代が証明するということも一つですし、自分がどの立場にいるのかってことによっても変わってきます、ね、仮にですよ、中国の国の一部として日本が機能するとして、そういう時代が来るとしても、中国から権限をいただいた
一部の方はやっぱりああ併合してよかったと思うでしょうしね。でも中国とあまりいい関係を築けなかった人はやっぱり割を食ってですね、いや本当に散々だよ、うん、アメリカの CIA の支配下の方が良かったよってなるかもしれませんね、うん、まあ私はね、あの中国の映画とかね結構好きでね、ジャッキー・チェンもそうですしね、イップモンも好きでよく見るんですよ。その中で、見え隠れする中国文化ってのは非常に思い入れるものがありますしね。まああのなんていうんですかね、まあ、いろんな王朝が立ち上がっては消えたっていうところもあると、一応一族郎党皆殺しみたいなのがあったりとかね、謀反があったりとか、日本の戦国時代のちょっと巨大版みたいな感じで中国は歴史を作ってますし、まあ、そもそも中国っていう国自体がまだね100年にも満たない、国で、その前にはまた別の王朝が支配したっていうところもあってですね、うん、割と複雑で、どっからじゃあ現代中国を区切ればいいのかってこともありますし、もしかしたらね、近い将来ですけども、そういった民族や宗教の違いを乗り越えてね、一つの人類は到達点を迎えるのかもしれないなというところもあるし、考えればキリがないですけども、うん、まあでもね、言えることはまあ立場ある人に聞いてみるってことじゃないですか、今みたいにね、今みたいにですよ、うん、はい、とりあえずは林外務大臣の方の事務所にはお電話できましたんで、今度は東京都の小池さんのところにね、うん、そんな事実あるのかみたいな聞いてみたいと思いますね。はい、じゃあありがとうございました。